この T シャツ。さあ始まりました We Go YouTube。 さあ今回、ゲスト MC 務めさせていただきますトットです。お願いします。あらら、ボイスパーカッションも決まって、はい、こういうのも はい、やれます。なんやその紹介は。さあということでですね、このチャンネルはですね、 WeGo スタッフがファッション、カルチャー、ライフスタイルなど様々なテーマをもとに、提案したりしなかったりする WeGo 初の情報バラエティチャンネルとなっております。今回が、まあ、2日目の、はい、収録です。前回だから5本、はい、1日で撮りましたけども、なんかちょっと思い出に残ってるやつとかある？いや、いろいろあったな。まあまあ確かにいろいろあった。慶吾さん、はいはいはい、グッズ紹介をしてる時に後ろでなんか商品よりも自分をちょっと目立つようにカメラに入ってきたりだとか、勝手に映ろうとしてる。いや、お前言い方悪いで。スタッフさんやから。でもまあなんかいろんなね、その言うたら服とか、まあマスクとかもありました。それだけじゃなくて食用の虫とかね、そういう新しいカルチャーも発信してるってことやから。そうなのよ。だからある意味見応えがあって、でも勉強にもあるし、楽しく見ていただけるチャンネルになってると思いますんで、今回も全てが WeGo スタッフさんの手作り VTR となっております。そうなんです。テレビとは違う。そうです。そうそう、そういうのもだから楽しみのポイントとしてね、一緒に見ていただけたらと思いますんで、では早速、参りましょう。今回の企画はこちらです。皆さん元気ですか？ウィゴヴィンテージアメリカ村店の山村と申します。今日はね、ヴィンテージ T シャツのご紹介をしたいと思います。こういう動画をするないただいております。あ、でもヴィンテージ T シャツね、店にある僕的にこれすごくいいんじゃないのでしょうかっていう、まあ、結構アッパーな値段にはなってるんですけど、紹介はしていきたいと思います。なるほど。まず一発目、はい、来、はいはい、ました。はい、これね、2013年に殿堂入りしましたね。僕のレッドホットチリペッパーズ、うん、一番定番なパスタリスクがプリントされてるやつ、はいはい、これ、まあ、これほんまにその、うん、多分原稿とかで絶対見たことはあるとは思うんですけど、オリジナルですよね。いや、ね、まあ、ありますよ。ここにコピーライト入ってるんですけど、うん、92年のツアーの T シャツでございます、うん、で、まあまあサイズ感も XL で、まあ、僕が着てもすごいいいサイズでございます、うん、そして状態もよく、で後ろにもバチコーンとツアーの日程が入ったものでございます。アメリカとヨーロッパ、いいですよ、バチコーンとかがこう関西感が、多分あんまり結構ね、この配色結構珍しいんちゃうかなって思います。赤、白とかが多いイメージなんですけど、これは赤、紫、黒、これで、うん、オリジナルで状態考えて。オリジナルって何ですか？だからこれがあって、うん、その復刻のものが、うんうん、できたわけですよ、うん、ってことはその復刻のものができるにはこれがなかったらできなかったわけです、うんうん、まあそれがだからそれの復刻のオリジナルっていうことで、これが熱量すごい。分かった。あ、商売上手、はい、この T シャツ4万、これはハイブランドのサンプリングのオリジナル、スヌープドッグでございます。でやっぱりその伝説的な人間のプリントされた T シャツとかって絶対高くなるんですよ。レッチリもそうやし、あ、そうなんや。ボブ周りとか、まあ、最近で言ったらそのメタリカとか、うん、で結局そういうのって絶対どっかでブランドがこう持ってきたりとかサンプリングして、ほんでそっからその時のオリジナルがこうドーンと上がるっていう感じで、ほんでこの辺のレジェンド中のレジェンドみたいなところの方々の T シャツはあれ、うん、セレブ系のやつを着出して、ほんでもうなんかもっぱつそっからプレネとかもついたり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 、ほんでまあハイブランドがサンプリングしてもっとプレネがドーンと上がって、腕があれば10万超えます。腕があったら片腕3万、ちょっと名前はね忘れちゃったんですけど、これもなんか有名なあのフォトグラファーの人が撮ってくれたっていうのもあってて、多分それでまたプラスが上がったものでございます。ラップティー自体が結構やっぱ珍しいんです、その2パックとかの色付きであったりとか、これの場合も色ボン入ってるんで、まあ普通にそういう白黒で写ってるのよりかで、もう存在感もでかいし、もう1枚着てたらマジでかっこいいんで、あのこの前店長スタイリングで来た時のアメテルのねインスタを見ていただいたらすごいかっこいい、かっこいい、なので全然いいと思います。ありがとうございました。はい、来ました。皆さん大好きモーリッシーでございます。ザ・スミスの
森下さん。この堀見ろわけないちょっとやかましいな。この堀見ろちょっとガチャガチャしてんな。ちょっと T シャツのこととかもっと聞きたいのにな。NME っていうこのヨーロッパ。UKK のね、音楽の雑誌の表紙をプリントした T シャツで、コピーライトね、これ1990年にこれはコピーされてます、うん、これはその NME 1985年の2月の23日に出された NME の表紙を1990年に ACME っていうあのプリント集団がいるんですけど、そいつらが吸った5万でございます。ただ5万、いや高いけど安いんですよ。ヴィンテージなんですか？これ90年代ってこと。 90s でヴィンテージじゃないの？もうヴィンテージの定義で言ったらもうヴィンテージになってます。 90s は？はい、あの30年の間でヴィンテージって。でもそれだけプレミアム。他の古着屋さんを見てください。高いところやったらもう10近いっす、うん、マジで。ウィゴーさんやから5で出せるってことなんかな。ただこの ACME っていうやつがもし吸ってなかったら多分もっぱつ安いとは思う。この集団のプリントって結構かっこいいの多いんで、プリントもかっこいい、プリントしてる集団もすごいやつら、サイズもいい。で、まあそのモリッシーっていうすごいやつ、うん、全部入った T シャツが5万で買えるって思えたんやったら、他にもいろんなこれ情報を得たら5万の理由がわかるもんな。店頭に来ていただいたら紹介はさせていただくんで、うん、ってことで、うん、はい、次回もまた動画何かしら上がると思うので、はい、その時も見てくれたら嬉しいと思います。ホテルラスピーゴーヴィンテージアメリカ村という村でした。あれ終わってない、まだあんのか。なんや5分か。何言ってんねん。大阪っぽいな。せやな。うん、いやでもこのやっぱりその商品の説明はすごい上手にというか、すごいやっぱ、あ、そうなんやっていうことはたくさんあるな。額がすごいね。すげえな。レッチリティが2万3000円で、2着目スヌープドッグが4万円普通に、はあ、見たら、うん、なる。最後の雑誌のやつだって5万円ほんで、なんなんそれ古着やのにってなって、いや実はこれがこうこうこうでなったら、あ、かっこええな、ちゃんと選んできてんねんなっていう風にもなるもんな。そうそう、ほんまに知らへんし、だこういう店員さんは情報いっぱい持ってるから、うん、だからこのヴィンテージだけを扱ってるヴィンテージ店って言ってはったから、こういう商品がこのお店に行けばいっぱい並んでると。ぜひ大阪に行った際にはこのアメ村のヴィンテージ店に行っていただきたいと思いますので、ということで今回は以上となります。ぜひ次回ご期待ください。さようなら。